ビデオカメラのデータ復旧を行いました。兵庫県姫路市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キヤノン、アイリス、HF-S21。ビデオカメラが故障し、電源ランプはつくが、液晶画面が真っ暗なまま何も映らなくなった。診断のため、他社さんに送ってみたところ、非常に高額な見積もりが出てきたので、キャンセルした、という状況です。データ復旧処理を行い、18時間11分の動画データ、100%の復元に成功しました。